石ノ森章太郎特集ナビーナビー。あー怖いんだな。怖いね。怖い。そう。あの、何が怖いかって、うん、俺がいつもこうあの次のさテーマ決めてるじゃん、うん、で軽い気持ちでやるわけよ。そうなの、ね、思いなさい。やっぱりね、熱いファンがね多いんでね、特に、ね、こういう、ね、手塚治虫であったり石ノ森章太郎であったり、はい、ね、まあ富田義行みたいなとか、うんうん、熱い皆さんの、ね、メッセージが、あの今日はねツイッターの方でそのテーマね、石ノ森先生のファンクラブ、本当のファンクラブの方たちが情報を拡散していただいて、はい、多分ね、いつもより全国規模な感じで聞いていただいてると思うんですよね。めんどくせ、牛いからあなたたちの方が詳しいから、ね、でもね、こう知らない人のためにもこの石ノ森先生のこの偉業ともいえるこの天才のね、残した数々のね、うん、作品のことを紹介していこうじゃないかと。はい、うん、夏い夏いっていうか、俺は記憶がないね。私がギリ幼稚園生でした。でしょ、記憶ないよ。ゴレンジャーの後ですから、まあ、この後バトルフィーバー J とかね来るんですけど、このジャッカー電撃隊思い起こしてみればなんかね、なおかったのよ。なう、多分ね、トランプのカード、そうそうそう、なるほどね。だから今日私初めて分かったんだけど、うん、ジャッカーを英語読みみたいな書き方すると JQAK みたいなスペルになってて、でも英語じゃ読めないじゃん、ローマ字でもないし、これ石ノ森章太郎先生が作った造語なんだって。ジャッカーっていう、それ読ませる？そうそう、でもほらスペード、うん、要するに、ジャックとかクイーンとかキングとかエース、これと掛け合わせてあるんだねって。トンチが効いてるね。うん、しかもサイボーグだったんだね、今日歌を聴いて、うん、そうだったっけみたいな。やっぱりそういうの多いね。ね、うん、大体原子力で動くしね。原子力の細胞が危険だよね、うん、やっぱね、あの年ってね、戦後のなんかこうあの SF とかさ、原子力ってさ相当やっぱりすごかったんだろうね。そうね、これ富田義行さんもそうだもんね、うん、原子力とか核とか、うん、とんでもないハイパーエネルギーっていうさ、そうだからもうほとんど先にできます。はいはい、そう思えばこれも時代背景があったんだよね、うん、その後に出てくるあのジャッカー電撃隊のあのバトルフィーバー J、うんうん、なのでもうさ、それもやっぱりこうほら、バトル、コサック、うんうん、その当時はソ連だったじゃん。はい、でもソ連って書けないからさ、うん、もうコサックって名前、あそう、ね、ダンスの名前っていうか民謡の踊る名前っていう ね、これってあのやっぱり細胞選手の流れ組んでて、サイボーグ選手も9人いて、うん、あの要は世界中の出身、うん、要はサイボーグにはなってるんだけど日本出身とかフランス出身、うん、そうそう、このなんだろう、世界中の人を要するにチームにするっていう石ノ森先生のスタイル、うん、これってやっぱり個性だったんじゃないかなと思うの、うん、もうすごいよね、だってありえないもん、この発想、うん、発想が本当、うん、次から次にありえない発想がもう本当出てくるんですが、うん、このね昭和30年代から40年代、漫画の世界でね、新しい手法を取り入れたのもやっぱり石森先生。うん、それまでほら、手塚先生が一本柱というか、そうね。うん、あの、手塚先生がいて、そのお弟子さんに、この石森章太郎先生、高校生の時にお弟子さん入りしなさいとアシスタントで呼ばれてまして。時はそのね、一員ですね、うん。そうです、その面々だったんですよね。で、まあ、この中でも手塚風のね、作風を引き継いでいらっしゃって、まあ、当時としてはめちゃくちゃスタイリッシュ、うん、まあ、衣装とかさ、なんかデザインがめちゃくちゃかっこよかったと思いません、うん、子供の頃にね、すごいよね、うん、オレンジャーもすごかったよね。顔がさ、もうそのままさ、ひし形とかハートとかさ、他にもさ、なんかマスクなのに、ね、うん、マスクなのに髪の毛生えてたりとかさ、あバトルアメリカね、うん、なんていうかな、マフラーがなびいてたり、あミスアメリカ、うん、ミスアメリカもだし、あれエアロビだったかな、そうレオタード着てたよね。レオタード着てた、すごいデザインで、あんな奇抜なことって当時思いつけるかなっていうさ、しかも当時の特撮ってさ、なんかこう役者に舐められたのか知らんけどさ、なんかダブルブッキングしちゃったんでやめますとかさ、よくあったね。ミスアメリカはもうもろそうよ。そうね、うん、あのアメリカであの仕事ができたんで帰りやすみたいな途中で日本人だったりとか、ね、うん、なんやらそれ X ファイルのスカリーが妊娠したからとりあえずいなくなったことにしようみたいな話に似てるね。そう、特にね、もう SS の表現とかね、この少女漫画でも通用するようなかっこいいキャラクター、こ
これね、40年代の漫画の王様と呼ばれた、うん、一気にスターダムに駆け上がった先生なんですよ。とんでもねえな。その頃はあのお仕事が少なかった赤塚先生とかね、うん、やっぱりこう常盤荘時代にお手伝いとかされてたらしくて、うんうん、そのくらい爆発的な人気を誇っていた先生でね、ほ、うんとこのなんだろうな、仮面ライダーからがちょっと経路が変わっていくというか、特撮というものに特に特化していく、うん、ちょっと力入ってたような気がするよ。うんうん、その特撮の企画とか ね、うん、仮面ライダーね。ではここでコマーシャルを挟んで、その仮面ライダーの話いきましょうか、はい、もうどうしても私の中で切り離せないんです。ライダーといえばやっぱり藤岡さんっていうね。ですね、うん、いやすごいね、本当に、レジェンドだよね。レジェンドだし、この仮面ライダーが後のいろんな特撮を変えたといっても過言ではないかなと思うんですよ、うん、変身ビルトの存在ね。そういえばそうだわ、うん、爆発的に売れてましたよね、うんうん、あのそれまでポキーっていうのがね、あの出してて、うん、ポキーってあの、まあ、バンダイの子会社的なね、うん、ところだったんですけどね、もうそこがバカ売れしてね、もう本体に聞き込んでいくぐらいと。じゃあ要するにもうある意味バンダイを支えたみたいな。そう、バンダイを支えたのコピーですよ、うん、超合金なり、うんうん、この変身というこのギミック、うん、これをしたのはライダーが最初なのかな。その要はポーズをつけて単体のヒーローがピカーンと月光仮面とかやってた。いや、なんかふーんってやってきてたでしょ、バイクで。月光仮面とかは変身か。そうね、そう言われてみたらそうかもね。ね、調べてみないとわからないんだけど、まあ、なんかね、こういろんな。スーパーマンとかさ、まあ、データボックスに入って、まあ、変身ピッチしてたけどね。怪人の前ででもポーズ取ってさ、入ってしてないでしょ、うん、そうそう。そもそもあのスーパーマンの敵はあの悪者じゃないからね。うんうんうん、うん。そもそもね。そうね、災害とかさ、うん、救助とかそういうのも多かったからね。そうそう、うん。こういうことで、あの、ライダーといえば、団長の中で印象が強かったライダーっていう？あ、やっぱり1号の1号ライダーはもうとにかく印象です。しかも9号。91号か。これさ難しくてさ、ファンの人詳しいんだけど、桜島とかさ、なんかこれは4つぐらい仮面が違って、これは4番目のフェイスだよとかさ、あれ難しいよね。最初の2号のね、あの枝の張ったね、顎もね、いいのよね、好きなのよ。なんかね、なんかこう、なんかつけた、取ってつけたみたいなね、あのマスクの造形とか好きなの。褒め方。いや、あれがかっこいいのよ。あの、顎のあたり、顎からさ、このクラッシャーっていうところ、口のところね。あ、なるほど、分かった。そこからはめなきゃいけないからさ。それがちょっとあの造形がね、不十分だったかしらけど、ここがさ、枝張ってるんだよね、2号の瞬間。ここを開けるための。そう、だからそれがちょっとうまくいってなかったみたいで、枝が偉い張ってるんだけど、そこがかっこよかったと思います。でもデザイン的には成功してるんですね。俺は好きだったけどね。うんうん。で、これたまに監督されてるんだね、石森先生っていうのは。最初の仮面ライダーも多分48話かな。うん、うん。イソギンジャガーの回。まあでも急ぎんちゃくとジャガーくっつけちゃったの。人間ヒョウジャガーマンっていうのもいるよ。人間、待って、人間ヒョウジャガーマン全部違う。全部違うんだぜ、情報量。人間も違うし、ヒョウとも違うし、ジャガーみんな全然分かんない。その発想よね、うん、もうでもやっぱりこう石田森先生がメガホン取るとさ、うん、どんな感じなの。独特もね、いきなり空撮から始まるじゃん、ヘリで。今までそんなことないね。ないね、うん、空撮でガーって始まって、うんうん、でこれからね、やばいね、子供を起用してるみたいなナレーションがさ入りながら空撮して、うんうん、で次海のシーン、ザバーンザバーンって展開がさ、そうもうなんかね、石の森は回るのよ。そして男がね、こうフラフラ歩いてきて、バタッと倒れていく、うんうん、でそれを石森章太郎演じる釣り人が発見するみたいなね。え、先生も出演してる。出演します。え、あのヘアスタイルで、やっぱり先生だって分かるような。いや、分かんないよ。 あそこでみんながしたらチューチューもすごいアフロだよね。あんな感じじゃなかったよ、うんうんうん、そんな感じでね、まあ、独特な撮り方っていうかね、なんかね、あの全然情報なくて見たんだよ、うんうんうん、でもこの話なんか変だよねと思って。なるほど、そのまあ先週見た話と翌週見た話から浮いてるんだ。そう、
あの篠翼アルバトロスを見たルパンマニアみたいなね、いきなり変わったぞみたいな。わかるわかる、これ別作品だよねっていうね。こんなだったみたいなさ。そうね、ルパンでもそう、押井守さんが入った時もガラッと変わるからね。 そんな感じなんだ。ね、ホテルを上回ってきたけど、でもね、間にまだホテルが入ってるのよ。そしてサイボーグ009。うん、やっぱりね、なんかね、すごい。私はね、結構幼稚園の時に本当にハマっちゃったから、ある意味ね、生きる指標なのよね、サイボーグ009っていう。ああ、そうなの。私の中のね、血の大河だよ。いやー、俺の中でどうなのな。そうね、やっぱり仮面ライダーすごいなと思ったね。うん、やっぱり刻まれたのはライダーの方なんだ。あの今新仮面ライダー、うん、今度ね、あの庵野秀明監督が、あの今メガホンを取って、あの、ね、絶賛しやってるのをやってるんだけど、実はね、新仮面ライダーはね、一見合ってるからね。それもしかするとカタカナじゃなくて新が漢字の方。そう、新仮面ライダー。うんうん、あれもね、なんかこう、まあ、右翼説あるんだけどさ、うんうん、こう仮面ライダーをもう一度ホラーにみたいな感じでさ、結構グロテスクなんだよ。原点回帰みたいなこと？そう、そうなんだよ。原点回帰みたいな感じ。一番最初の仮面ライダーの本当に1、2話ってさ、本当さ、変な実験してる、ちょっと怖いさ、怪奇物だったもんね。そう、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 うん、怖いんだから。正義物っていうよりさ、うん、うん。そう、で、まず誘拐してね、人をこう改造していくっていうね。恐ろしい作品なんだけど、まあ、その新仮面ライダーっていう、そのね、いうのをちょっとね、あの、見た目もグロテスクで、必殺技もグロテスクで、もう、お話できない。そうなのか。ね、あの、グロテスクって言えばね、メッセージ、ね、この手先さんから来てるんですけど、機械だね。なんかこう、半分半分で電子回路がむき出しみたいなさ、やっぱこれも子供の頃に、ストレートにかっこいいではなかったよね。怖いなっていう。そうね、不気味って感じ。そう、不気味なんだよね。で、なんか制御効かないみたいなね。その不気味なのが正義の味方っていうのが結構さ、多いよね、篠森さんだってさ。独特だよね。人たらぬもの、人と何かのなんかこう、あいなかっていうかさ。これも先生の特徴かもしれないね。多いよ。で、結局009もそうじゃん、うんうん、人間の形をね、ね、うんうん、してるんだけど人間じゃないみたいな。そう、改造されてるからね。そう、その中の葛藤っていうのも必ずストーリーの中に出てくるね。そうだよね、結構人間臭いんだよね、悩みがね、うん、うんうん。はい、このね、不思議美少女シリーズっていうことでね、私の中ではポートリンが一番人気があったのかなって、はいはい、この怪奇ゾロのようなマスクと、そうそう、フランスチックのね、うん、なんかこう、お貴族様的なコスチュームというか、ハーフスリーブのね、うん、このね、東映不思議シリーズも先生がやっぱりテレビ企画でデザインとか入ってらっしゃるんですけど、とにかくね、あの、ありえないものを作るっていうコンセプトものを元に作られてるので、うん、設定から何からありえないし、しかもこのポートリン、つぶらやプロからコラボしましょうって呼びかけられて、うんうん、実はつぶらやのあのヒーローが出演してるんですね。ですね。そう。そう。ウルトラマンね。です。でね、怪獣も出てきてるらしいのよ、一緒にね。ねうんうん、そうそう。どういうコラボなのと思って。しかも多分あれ、怪獣倉庫のお話だったから、うんうん、アトラク用のね、アトラクション用の怪獣がね、なんか、ポコポコ出てたの。なんかもうね、ゴマだとかもこれアシュにもアシュ、すごいアシュだなみたいな形のもの崩れてしまってね。え、それはもうあの撮影で使うようなものではなくて、あ、出てますよ、あのウルトラマンの他にね、バルタの星人、ガラモン、エレキング、ダダ、ゴモラ出てると、うん、出てる。そして早く隊員役だった黒部さんとかね、うんうん、出てる。怪獣ブースクも出ちゃったと、オールスター戦。そう黒部さんがその怪獣倉庫の倉庫版みたいな感じで出てきて、あのその怪獣倉庫の、ね、中の怪獣たちが出てくるんだけどさ、うんうん、アトラク用だからね、まあなんかもう、なんだっけみたいなね、形したりするんだけどね、うんうん、この辺。あ、ごめんなさい、これはシュシュトリアンの方ですね。シュシュトリアンかな。うん、そうそう、ごめん、ポアトリンの歌を流しながら、ごっちゃになりましたけど、うん、なんだろうね、この有言実行三姉妹、シュシュトリアンの方ね、それ。で、この美少女シリーズがね、伝えていた理由がね、はい、この時大人気だったアニメと、競合して要は競り負けたんですよ。何だと思います？もうあれ金字塔でしょ、セーラームーンですよ。さすが正解です、うん、やっぱりこれも人気があったんだけど、このシリーズも要するにおもちゃの売れ行きでセーラームーンに負けちゃったんだって。そ
そうね、あのね、セーラームーン始まった頃って僕は高校1年生のとこだったの、うんうん、高校1年生の時さ、来週からセーラームーン始まりますっていう予告ね、ちょっと予告が受けちゃってたじゃん、うん、あれ見た時ね、絶対流行ると思ったもん。早いね、もう絶対これ流行ると思った。原作とか読んでなくて、読んでなくてこれ絶対流行ると思ったから、もう毎週のようにね、ビデオにね、撮ってました。ほう、そうか、そうね、確かにね、あのこれ、まあ、セーラームーンもね、ガラッと世の中を変えたものの一つだからね、うん、うんうん、はい、もう私がね、めちゃくちゃ影響を受けて、未だに影響を受けている現場大戦です。いっぱい影響受けてるね、うん、そうだね、言われてみればそうだね。でもね、私のベースを作った009に引き継ぎ、めちゃくちゃ私の礎になったのが現場大戦です。おう、まあ、原作はね、SF 作家の平井和正先生、ウルガイシリーズとか、うん、まあ、エイトマンの原作者ですよ、平井先生というのは、うん、共同で原作になってね、漫画を最初に作られて、うん、それからいろいろあって大人の事情が、漫画の石森先生と小説の平井先生と、うん、それぞれの現場大戦を書くことになって、うんうん、私はね、小説の方も読みました、小学生だった時。最後すごいの、平井先生版、うん、宗教の信仰宗教を起こす話になっていて、超能力なくなっちゃうんだぜ、あるんだけど、あるんだけど、うん、超能力でかっこいいバトルがなくなっちゃうの、あらら本当にやばい話になって、まあ、映画になった話はそのちゃんとお二人で作られたもので、うん、要は幻魔という破壊神のような超エネルギー体が銀河を壊して、宇宙中を壊して地球に攻めてきた、うん、そこにあのサイオニクス戦士というね、いろんな単語も覚えたんです。うん、サイキックとかね、サイキックね、うん、なんかこうテレパシーとかさ、テレポートとか、今言ってもワクワクする、そうなの、単語だけで私ワクワクする、はこうふわっと脳をふわっとさせられる作品だったんだよね。うん、うん、でこのフロイという宇宙の上位概念の、まあ声にはヒロさんなんですが、テレパシーのフロイという人が、うん、地球のサイオニクス戦士たちを語りかけてきて、集結して、まあ、その破壊神みたいなのを追い返すっていう話で、まあ、そして大友さんがね、うん、デザインとか、そうそう、映画の方かな、そう、映画の方、凛太郎が監督、監督、うんうん、で大友さんを、漫画家だったら大友さんを引っ張ってきて作って、うん、原作は要するに石森先生と平井先生、もうね、すごい豪華だね、言われたら現場体制すごく豪華だよね、現場体制めちゃくちゃすごくて、興行収入も当時売れに売れてた作品をガンと勢い上がったという角川作品なんですよね。あれだったね、クラッシャー・ジョーと一緒のブレンチです。そう、うん、クラッシャー・ジョーも売り上げ追い抜かれましたもんね、追い抜かれたよね、結局ね、うんうん、ダークホースだったんだよ。そう、これ本当こういうのの書き方が石森先生って本当上手だなと思って、うん、一人一人特性があるのね、細胞戦士と一緒で、うん、万能の戦士じゃなくて、この人はこの能力、この人はこの能力、それを連携させて戦うっていう、うんうん、まあ結構あれ戦隊ものに通ずるものがあったんだ、だからね、このね、石森先生のこの考えた設定って本当に全ての作品にも、ワンピースにしてもそうじゃない？ああ、そうね、能力者が出てくるようなもの、うんうん、全部通じてるなと思うんだよね。そうね、そう考えたらすごいよね、こう宗教と精神と悪と戦うことの完全悪ではないとかさ、この戦士症候群って言われるような社会現象を作ったのが、うん、まあ、前世の戦士であるっていうような、ね、中二病だよね、今で言うとか、うん、でもまあ、そういう考えたらアベンジャーズとかさ、すごかったんだね。あ、そういえばそうだね、うん、そうだよ、だってそれもね、あのいろんなヒーローのさ、作品の能力者がさ、みんなで集まるってよく今考えたらよ、ね、仮面ライダーとウルトラマンと、うん、別々のヒーローがさ、一緒に集まってチームなんだから、すごいよなんとかレンジャーの本当だね、あのガチのオールスター戦だよね、すごいよね、うんうん、やってほしいね、ダメか石の森ワールドで、あ、いいよね、石の森ワールドでさ、あ、それをもしできる人がいるとしたら安野さんなのかな、それとも全然違う監督になるのかな、あ、そうね、おしいさんにはやってほしくないかもしれないね。おしいさんはね、ほんとね、面白いんだけど、面白いけどびっくりするぐらい違う作品になっちゃうから、うそれ知らないみたいな、ね。原型が溶けちゃうんだ、一旦ね。いつもね。めっちゃ面白いよね。うん。で、まあ、その、子供でもキュンとくるし、大人でも帰る、まあ、ホテル、さっきから、めちゃめちゃ予想外に出てますけど、うん、もう一つ私が好きなね、化粧師って書いて、うん、江戸時代のお化粧をベースにした話があって、漫画なんですが、うん、ビッグスピッツコミック系だったのかな、うんうん、これがね、好きでね、原作読んだ時に、男性でさ、それまで超能力とかさ、サイボーグとか仮面ライダー書いてた人が、うん、こんなお話書けるのって、化粧の話は、そう、うん、読んでもないんだよ、あのね、心すくまれた、まあ、大人になってリリースされた作品なので、もう十分に楽しめたんですけどね、これね、化粧して終わるって話じゃなくてね、うん、まあ、
江戸時代に登場する実在の人物の息子っていうのを作って、うん、まああれだね、近代一少年みたいな感じだね。ほう、うん、あ、なるほど、架空の子供がいてという、うん、そこでね、この人はメイクアップアーティストでイベントプロデューサーなのね、うん、女の人の悩みを解決する化粧をしながら心も美していく、うん、でこの仲間にね、このたくさんのメンバーがいて、ファッションコーディネーターとかさ、ヘアスタイリストとかカメラマン、絵師なんだけど、デザイナーとかさ、今の言葉で言うとそういう人たちが連携して、その江戸の町をね、結果女の人を化粧で美しくすることによりプロデュースしてあげることにより町自体を美して政府を書き換えようぜっていう、うん、そういう話でね、ほんと面白いです。お、見たことないか分かんないよ ね、化粧水の話とか出てくるの。あ、そうなんです。めちゃくちゃ面白い。ほんとこれ男性の作家が書いたとは思えない。へ、うん、これ大人の漫画として読んでほしいですね。うんうん、どうでした今日、団長的には。いや、全然時間足らなかったね。当たり前だけどね。毎回言ってるね。いや、うん、本当さ、俺も先週うっかり言ったけどさ、絶対足らねえって思ったんだもん。あー。そうね。言った時はさ、満を持してとか言ってたよ。満を持しとかないと、そろそろ。あのね、うんうん、今ほら、今大体さ、ふわっとしてるじゃん。うんうん、富野由悠季とかさ、うんうん、宮坂駿とか、うんうん。これからその作品にさ、ずっとさ、こうね、どん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 行くからさ、まあ、ある意味その監督としての概要みたいなのが。なるほど。あった方がいいのかな。そうか。で、自分たちの、まあ、リスナーさんに方向性はこういう感じだよっていうのは伝えられるよね。そうそうそう。こういう題材だとこの人たちこういうこと喋るんだ。うんうんうん。ああ、わかるね。私ね、一個一個ね、このメッセージでもたくさんいただいてるんですけど、話足りない。うん。ね、皆さんにもどんどんこうメッセージ、リクエスト送ってほしいですし。今度メッセージにも長くなるぜ。ねえ。今週だったかな、あの、うん、マクロス会の時のメッセージで、未読文も読んだんですが、今動画上がってますよね。はいはい。めちゃくちゃ、あれ、はしょって12分でしたからね。そうね。巻きだったよね。巻きだった。しかもね、私ね、あんまり長かったから、あれ、2倍速とか、1.2 倍速してるの。あ、そうね。編集で。さすが。そうしないとね、早口でお送りしないと叩き込めない。なるほどね。うん。ということでね、今日もエンディングテーマが流れてきましたよ。あ、なんだかね、本当に。でもね、もうすごい。すいません。うん、また予告は？来週は、シークレッツ。は？は？待って、なにそれ。秘密中でござんす。それさ、ガチのシークレットなの？そう。テーマじゃなくて。シークレットじゃなくて、本当のシークレット。教えね。教えない。ああ、なんですよ。来週始まるまで教えない。そうなんですよ。マジか。私何したらいいの？待機。一番辛い待機だ。恐ろしすぎる。ということでね、来週の水曜夜7時もアプリ予約して、ブラウザをセットして、待っててくださいね。それじゃあね、バイビー。バイビー。